はい、おはようございます。マチです。本日もご視聴ありがとうございます。さて、今日はですね、こちらもうすっごい楽しみにしてた、機材が届いたので開封しちゃいましょう。ついに来ました。これは、今日オーディオインターフェースが届きました。もうずっと欲しかったんすよ、これ。サンドハウスで購入させていただきました。ちょっと購入した経緯とか、なんでこれを選んだかとかね、ちょっといろいろあるんで、それをお話ししながら開けたいと思います、今日は。で、あとはちょっとこの辺の細かいものを最後にご紹介してっていう感じでやっていきましょう。とりあえずメインは今日はこいつです。大物1個開けましょう。ではよろしくお願いします。というわけで、早速ちょっとこれは一旦置いといて、こいつらはね、例のまあ、お楽しみにっていうことで、後半の今自分がハマってるあれですね、この前も開けたあれですね。ではじゃあちょっとこの大物、いやもうこれね、ずっと開けたかったんすよ。なかなかやっぱ開ける時をこう撮影したいなと思って、ちょっと1日2日寝かしちゃったんですけど、もう寝ても覚めてもこいつを開けたくてしょうがなかったです。さあ、今回購入しましたオーディオインターフェース、こいつなんです。では開けましょう。いきますよ。3、2、1。うわーい。あー、まだあれ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 、どわー、この中が箱でした。箱でした。こちらです。てん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 、うおー、かっこいい、かっこいいね。オーディエントのエボ4っていうオーディオインターフェースですね。なんでこれをじゃあまず買ったかっていうのを、これ開けながら話しますね。ですね、まあずっとこう映像とか音質とかにはまあこだわりたいなと思って、こう YouTube やったりしてるんですけど、今までね、こうマイクもこうちらっと見えてますけど、まあ、普段あんまり使わないんですけど、ライブ配信とかこうカメラとの位置が遠くなっちゃうときは、こういう今 USB マイクを使ってるんですよ。ファイファインっていう、本当に USB 一本で PC とつながるタイプのマイク。まあまあそこそこ音はいいんですけど、やっぱりね、やっぱガジェット好きなんで、いろいろ機材好きなんで、こだわりたくなっちゃうんですよね。すげえ、めちゃくちゃ箱の質感がいいんだけど。ちょっと手元配信に切り替えます。手元映像にしよう。まあとりあえずこれを買った理由の一個としては、よりこう音質にもこだわっていいマイクをつなげて PC とつなげたいっていうことで、オーディオインターフェース買いました。ちょっと手元映像にしよう。これは見せたい。やばいねこれ。はい、こちらがエボ4です。かっこいいね、やばいね。ちょっと、とりあえずこれ中開けましょうか。いきますね。本体、見てみましょう。でん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 。おお、長い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 。ででん、うわー、さらに。ででん、さらに。袋開けてー。はいはい、はい。でれれれー、すごー、すごー。かっこよ。これよ、これですよ、次世代のオーディオインターフェース。このデザイン性やばくないですか。かっこいい。まあこのね、数あるオーディオインターフェースの中で自分が一番、大事にしたこれを選んだ理由っていうのは、このデザイン性と、あとこのコンパクト性。超軽いんだけど、超軽い、スマホとほぼ同じぐらいの重さ、超軽いです。やばいねこれ。で、大事、このジャックが2つ、キャノンケーブル2本入るの、これめちゃくちゃ大事。結構ね、ボーカル用のオーディオインターフェースだと、このキャノンケーブル1本しか繋がらないものとかもあるんですよね。だからまあとりあえず2本以上今回は繋がるやつっていうのを、一番最低限のラインにして選びました。で、なんで急にじゃあこのオーディオインターフェース、しかも2本以上つながるものを、買ったかというと、もちろんさっき言ったように自分の、こういうね、収録とか配信のクオリティアップ
もそうなんですけど、ですね、ちょっと来週あたりにガチ撮影現場に行く機会がありまして、ちょっとあの動画にもしたんですけど、地元のライブ、オンライン配信を、お任されまして、ちょっとそれでどうしてもオーディオインターフェースが必要になったんで、買ったんですよ。今までは結構あのレンタルとかしてたんですけど、まあこの機会だし、せっかくだしっていうことで買いました。まあ結局ね、自分の、収録にも使えるから、これはね一個あって損はないんじゃないかっていう感じで、なのでこいつを選んだ理由として、とても一個大事なのが、そのガチの撮影現場で使いたかったんで、安定性っていうのがね結構ポイントになってて、結構いろんなオーディオインターフェース調べたり動画見たりしたんですけど、このEVO IV はとにかく安定感があるっていうのが、好評だったんで、こいつを選びました。さすがにね、ガチ現場でなんか不具合起きたりなんか止まっちゃったりしたら嫌だから、こいつをちょっと相棒として持っていこうと思います。各部見てみましょうよ。とりあえずこれが、前面、もうパッて見て分かる感じですよね。絶対これがボリュームだしなんかマイク 1,2 ここのね、ここと 1,2 とつながってる、ここの 1,2 なんだろうなとか、あと裏側ジャック側、これね、キャノンケーブル2本と、あとはスピーカー用のアウトかな、 LR のアウトと、あとここ USB-C で、PC とつなげる感じだね。 USB-C ケーブルなんだね、最高。もちろんケーブルもついてます。本当にもう内容物としてはこいつとこいつとこの超1枚紙ペラスタートアップガイド、これだけだめっちゃシンプル。まあそんな難しい操作もない感じなんでしょうね、きっとね。で反対側、側面は何にもないですね、こっちもこっちも。で反対側、ここがヘッドホンのアウトだ。ヘッドホンはこういう普通のミニジャックじゃなくて、なんていうんだ、こういうフルサイズのジャックなんで、これは変換が必要って感じだね。変換のジャックはちなみについてないんで、ご自身でご用意くださいって感じだと思います。あとね、こっちにギターマークがこれ書いてあるけど、これが、ギターの入力端子かな。ここにギターからあのジャックさして、収録できるっていう感じだね。まあ基本的にはざっとこんな感じ。これ今さ触ってたんだけどさ、なんかすげえ傷つきそうでちょっと怖いな黒でこれ傷つきそう。爪とかでシュッてやったらなんかちょっと目立ちそうで、ちょっと大事に扱おう。ちなみに裏側はなんかあの滑り止めになってて、置いた時に全然動かないって感じですね。とりあえずこんな感じかな、各部の紹介ざっとでしたが、まあそんな難しい機能とかはないです。ほんとシンプルな代わりに使いやすい安定性っていう感じが一個ポイントかな。さらに、深い細かい使い方とか、これがこうでとかは結構いろいろ YouTube 上に動画があったの、まあ自分もそれ参考にして買ったんですけど、結構あるんで、その辺はちょっと自分は省いちゃいますけど、このオーディオインターフェースのこの見た目もそうなんですけど、まあもちろん中身の特徴もあって、一応2個自分の中で、いいなと思ったポイントだけ紹介しておくと、ソフトがあるんですよ、これつなげる、この PC 上で操作できる。それで、まあ、本当にこのインターフェースがねめちゃくちゃシンプルだけど、そのソフトを使って細かい調整とかができるっていうのが1個と、あと、まあ、これもう本当一番の売りでしょうね。ここの緑のボタンがあるじゃないですか、いかにもこのマイクマークが書いてあって、押してくださいマークね押してくださいボタン、こいつがこのEVO IVの一番の特徴で、スマートゲインなんだっけ、スマートゲインモードってやつで、自動でこいつが音量調整してくれるの。だからなんて言うんだろう、まあ失敗がないですよねすげえでかい声でしゃべる人もいれば、ちっちゃい声でしゃべる人もいるし、まあ、楽器とかももちろんそうですけど、もうこのボタン1個ポチッと押すだけで、この今しゃべってるこの音が収録時にちょうどいい音量でこの PC の中に入れてくれるっていうモードなんです。これでもね1個注意点、これね、もしこのEVO IVをね買って、今この動画を見てくれてる方がもしいたら、これ注意点1個あります。もうスマートゲインモードってこれ1回押したら、なんて言うんだろう、リアルタイムで例えばこうでっかい声出したり、ちっちゃい声で喋ったりっていうのをリアルタイムで、静音してくれるわけじゃないんですよね。調整してくれるわけじゃなくて、この
スマートゲームボード一回押したらちょっと数秒間話しかけてくださいモードがでなるんですよ、こやつ自体が。で、その時に話しかけた音量をで調整してくれるっていう感じだから、そこだけ注意かな。もうなるべくこのスマートゲームモードで、調整した時と同じ音量で収録も行うっていうのが1個これをうまく活用するポイントかなと思います。まあせっかくね、このめちゃくちゃかっこいいオーディオインターフェースを自分は手に入れてしまったんで、開封解説だけでちょっと物足りないと思うんで、使用レビューももちろん今後やりたいと思います。さっき言いましたけど、ガチ撮影現場が来週ぐらいにあるんで、ちょっとそこでガチな現場での、使用レビューをしたいと思います。なんで、気になる方いましたら、ぜひぜひチャンネル登録していただいて、見てもらえると嬉しいです。まあ自分の動画こんな感じで、結構ね一本でガッっていうより結構こう細かく開封して使用して長期レビューしてみたいな感じで、結構長期的に、やっていくスタイルでやってますのでぜひ、見ていただけると嬉しいです。そんな感じですかね。開けたかったんですよ、エボ4。ちなみにエボ8っていうのもあって、この入力端子が8個に、だからこのお兄ちゃんですよね、でかいバージョンもあるんで、まあその辺はご自身の用途に合わせてチョイスしていただくのがいいんじゃないかなと思います。本当にこれ買うにあたってかなりオーディオインターフェース調べたんで、結構詳しくなっちゃいましたよねオーディオインターフェースに。もういろいろ試したくなっちゃうしね、いろいろ新商品も出てますし、この先こっからちょっと数ヶ月間の間に出るっていう情報もねあるんで、あとね、そうだごめん、これ言うの忘れてたわ、マイクだ、マイクがまだ自分手元にないんですよ。これ今ね USB マイク使ってるんですけど、まあ、もちろん USB マイクはここに繋がらないんで、このマイクからキャノンケーブルで繋げる、ああいう普通の例えばねカラオケマイクとかああいう感じのマイクを繋げないとこいつは使えないんですけど、そのマイク今めちゃくちゃ迷ってるんですよね。まだマイク買ってなくて、だからちょっとマイク沼も今後動画にしていけたらなと思います。ちょっとまたその辺は追ってご報告します。では、本編以上です。ありがとうございました。ちょっとじゃあこのデカブツを、よいしょ、デカブツ開封して終わりましょう。今日はこいつはですね、まあいいか、ちょっと開けてみますか。自分まだ中身見てないんですけど、確かあれだと思うんすよ、確か。あ、そうだね、そうですわ。はい、こちらですこちらはですね、フライパン鉄フライパンです、鉄フライパンお前またフライパン買ってんじゃねえかよっていうのをちょっと言われるかもしれないんですけど、この前の動画、何の動画だろう、ちょっとこんな感じで本編後の開封、プチ開封としてこのフライパンを開封したんですけど、2個目の鉄フライパンですちなみにこれは、ちょっとね、去年友達の結婚式がね立て続けにあって、その、もらえるじゃないですか、カタログみたいなの、それで、いただいたやつです。こいつもそうだから、友達の結婚式のカタログでフライパンもらうやつみたいになってます今完全にでやっぱね、今料理とかハマってるし、料理配信もねちょいちょいやってるんで、ちょっとこういう長く使える料理器具はあってもいいんじゃないかと思って、ちょっとこれシールが全然剥がれないですけど、育てていく鉄フライパン1個ちょっと大事にこれから使おうと思いますありがとうございます。本当にフライパンマニアみたいになりました。ちょっと最近サボり気味ですけど、Twitch っていうね配信サイトで、また YouTube とは別の配信サイトで料理配信をしてるので、生配信で気になる方いたら、見てください。ぜひ概要欄に貼ってあります、 Twitch のリンクを貼ってあるので、そこでフォローしてもらえれば生放送の通知とか行くと思うので、ぜひぜひそちらもチェックしてもらえると嬉しいです。そんなところですかね。フライパン開封したし、本当はちょっとこれやりたいなと思ったんですけど、これちょっと次に回そう。これ液晶保護ガラス、こんなにやりきらなかったわ。このが保護、これ
最近買った XE4 のどうしてもこの画面フィルター貼りたくなっちゃうんですよ。もう怖くて傷ついちゃうんじゃないかと思って、だからこの保護ガラス買ったんで、ちょっとこれ次やろう。ではこんなところにしましょう。結構長く撮っちゃったかな。ではでは、こんな感じでオーディオインターフェースをついに手に入れたマチです。さらにこの収録配信を高品質にしていくためにいろいろ機材沼やっていこうと思うのでよろしくお願いします、今後も。ではではまた、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。